決勝戦60分一本勝負を行います。マカベ闘技デビュー10年目で掴んだ光は絶対に逃さない。タナーシヒロシ、タナーシヒロシもまた初優勝を目指します。あっといきなりゴングの前から真壁が仕掛けていった。そしてタナーシをリングの下に放り投げておいて、今ゴングです。おっと入れ替わるようにしてタナーシ、この辺りは頭を使います。この行為に対して真壁が怒り沸騰。普通にはやはり真壁姿勢は始めませんね。そうですね、背中を向けた一瞬ですけどね、はい、棚橋に押さえかかっていった、まあそこまでは良かったんですけどね、はい、今日もねひょっとしたら真壁君に食われてしまうかもしれませんよね、もう一度なんか黒い棚橋も見たかった気がしますよね、はい。まあ、この大会前の7月26日神奈川県の斜水の滝で滝修行を行ってきた棚橋なんですが、その直後に究極のベビーフェイス宣言というのをしていました。新たな一面を見せるための何かメッセージだったのかなというふうに思うんですけどもね。そうですね、昨年 IWGP チャンピオンとしてこの G1 に出ながら、はい、決勝トーナメントに残ることができなかった、その彼が味わった屈辱であるとかいろんなものが、はい、しっかり今年バネになってますよ ね、 そ、 うですね、そして一方の真壁なんですが、実は、はい、2戦目から、この腰にテーピングをしてるわけなんですよ。確かに今日もしてますね、初戦のバーナード戦でどうやら腰を痛めた、はい、そしてねご存知のように、はい、両足首、ふくらはぎのあたりにテーピングをしている、はい、真壁はねそういう素振りを全く見せずにね、はい、連日全力投球ですよね。そうですね、その真壁トップロープにちょうど引っかかった棚橋のドデッカロースから蹴り上げたと思ったら次の瞬間にはこれはえぐい攻撃を見せました。場外カウントで数えられています。さあいった、3ヶ月前に手術したばかりの棚橋の右膝を襲った。膝にダメージを負いますとやっぱり得意の首技とか、はい、ジャーマンなんかもね、膝が不安定だとできませんから、はい、ここはなんとか返していく棚橋ですが膝の具合がちょっと気になる。セカンドロープが飛んでいったが真壁が迎撃。 WEW ヘビー級のチャンピオンになりました。そこからデスマッチ王という称号も手に入れた真壁、あれが真壁の何か勢いを生むきっかけでした。さあゴリンか、今の真壁は完全にどのレスラーを相手にしても上から目線、屈辱的な行為を受けている棚橋宏志、バッチキュースか、あっとここはうまく見ていた、ただ返された、ロープに振ってサンセットフリップ、逃げるも、さあそしてホールに行く、一気に決めるか、一瞬の隙を突きました。棚橋宏志夏男になるために、さあいった、ジャーマンスープレックスホールド、ワンとツー、気持ちで持っていく、今度はドラゴンかプレゼルソンの体勢に入った、しかしそうはさせない、真壁もそうはさせない。あーっと、いや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 、金沢さん、はい、すごいですよ。いや本当にね、今の一発ね、はい、かつての、ね、師匠の、ね、藤波辰巳を思い出せるようなね、はい、ものすごい張り手でしたね。すごかったですね。棚橋は今大会はグループリーグの初戦で、真壁さん、はい、真壁がチェーンを取りましたよ。真壁がチェーンを取った、あーっと棚橋は気づいていないか、チェーンがリアクション危ないと、あーっと気づいていない、出た出た出た真壁、これが真壁殺法、真壁流だ。完全にレフリーの資格をついて右腕にぶっといぶっといチェーンを巻きつけていました。やりすぎると失格になりますよ。そうですね、若部君はあれだよね、黙認されてる部分もあるけどやりすぎちゃいけません、はい、またしてもチェーンラリアット、いやこれはカウント取らないでしょ、こういうふうに見てますからね、明らかに反則ですね。そうですね、何を繰り出すのか、また流れが若部か、また下を出した、また下を出した、暴走コンビが、これはきつい、流れ式で真壁君変幻自在ですね。そうですね、引き出しも増えている、確実に自分の地位を築いている真壁、さあ決めるか、決勝の真壁か、大きな棚橋コールが湧き上がりました。ただそんなことはするか、真壁が行く、俺の進む道、邪魔する奴は誰でもぶっ潰す、そう話した真壁、背後からラリアット、そして今度は真壁から行った、これで決まりだ、これで決まりだ。
ですよ。綺麗ですね、これ今後頭部に集中しました、はい、相当もろとしてもらう必殺の技から、いや、かわした必殺の金庫を見せました、かわした逆に今度は、田中か潜在自分のチャンスか、これはちょっと分からなくなりましたね、全く分かりません、バックを取った、どうする、どうする、グラウンド取るか、そのままカウンターでいった、カウンターセーフ、カウンターセーフ、さらに飛びついていった、フォーリンラブ、これが新必殺技、フォーリンラブ、決まった、真壁との因縁の対決を制したのは棚橋弘樹、クライマックス2007準決勝、あーまたチェーン持ちました、真壁が納得いかないのか、おっとチェーンラリアット、これはいけません、これはいけません、金橋はこの後決勝戦が控えています、真壁の怒りが収まらないのも分かりますが、勝ったのは金橋、勝ったのは金橋です、結果が全ての世界、何なんだよ、おいおい金橋、今の気に入らねえぞこの野郎、俺は気に入らねえぞこの野郎、おいいいか、勝負に勝った負けたじゃねえんだこの野郎、いいなおい田中、おいてめえのジェップしましたよこの野郎、まあさ、いよいよ次決勝ですけれども、あと一つで、はい、あと一つで、誰が来ようとかお前、俺は俺の道を行く、あ俺の二人で行く、中村慎之介、決勝トーナメント進出は2004年以来です、中村慎之介、 A ブロック183cm 108kg 永田裕二、2001年 G1 クライマックス優勝、中村慎之介は3勝1敗1引き分け、 B ブロック1位、永田は3勝2敗、 A ブロック2位、ともに決勝トーナメント進出を果たしました。今目の前の試合で棚橋が決勝に進出しましたよね、はい、やっぱり中村君にとってやっぱりこれはよりね、棚橋にますます差をつけられてしまいますからね、ロープに飛ばしてラリアット、これをかわした中田、キック一発、動きを止めた、そして膝を落とし、これもかわした、さあキック、かわした、かわした、やはりね、これが中村慎介ですよね、はい、長男はバーナード、邪道ベドーのね、プロレスに対する姿勢とかね、取り組み方で本当に勉強になってるんですね、絞りましたね、その逆三角形の体がかなり目立つようになりました、いやそこで、いや永田裕二が出る、いや永田気付きましたね、何かね、永田ね、ちょっとね、あダメだった、思い通りにいかないイラつきが今一気に出ましたね、中村の負けです、中村が出る、中村が出る、お互いノーガードで打ち合っていく、エルボーの打ち合い、エルボーの乱れ打ち、顔面張った、顔面張った、お互い一歩も引きません、相手の顔面のパンチを、張り手を受けた上でさらに上回っていく、顔面張った、永田の顔面物が違いますね、2001年優勝した時に相手は武藤でした、はい、勝ったけど武藤圭司を超えた気がしないと言っていた永田とは別人ですよね、逆に今度は若い世代の挑戦を受ける格好になってますね、そうですね、アンプリーカー、平田が上がる、平田が上がった、腕を絞る、腕を折りに行く、さあ中村俊介、一気に上に登ると、こうなってきましたが、中村の白目が止まる、平田が上がった、一気に勝負ができました、ものすごいエルボーですよ、真壁君血だるまにしたね、あの迫力あるエルボーじゃないですか、今度は蹴り、蹴りにエルボーに張り手にと、今度はエクスプロイダー、さあリング中央、腕を上げました、まあ、精神的には強い選手です、中村慎介、まあ、このリング上ね、完全に永田劇場、永田ワールド、飛びついた、飛びついて三角締めに入った、そしてバンドスキー、デスキーに入った、この状況は、この状況に破っているが、一気に中田を上回って、優勝決定戦に入った、ストロープ、さあ今度は中村がラリアット、痛めてない方の右腕でラリアット、中田に対して2連発、もう一発いくか、もう一発、あっと
長田の蹴りが待っていた。ここをパワーアップを狙った。さあジャーマンの後もう一発ジャーマンに行くか。このロックを外していく長田、なんとかこらえたところ。さあ今度は片方ドラゴン。今のはこれ山崎さん何ですかね、ちょっとあっと決めた。今ハーフネルソンで、投げてきましたよね。お互いに切り札を出してないわけですよね、この段階で。確かに出してません。ここまで消耗してまだ切り札が出ていない。リバースのパワースラム顔面から落とした。大技も出ました中村慎介。ここは中田気持ちが伝わってきますよね。出し惜しみをしたら勝てませんからね、はい、さあ担ぎ上げた。ランドスライドに行くか。ランドスライド、これを離れた、これを違った。さあバックに回ってスリーパーに行く。中村慎介締め落とすか。 IWGP チャンピオン中田裕二が締め落として、あっとこれはどうだどうだ。腕取った中田裕二が腕を取ってアフリカ。そしてこのままお互い一歩も引きません。顔面跳ね飛んでいく。あっと強烈なエルボー、本日に円錐に蹴り。さあお互いに意地と意地がぶつかり合ってきます。一番勝ちです。さあ顔面蹴り、正面蹴りを今度は返した。いや、捉えて、コーナーに押し付けて、膝打ち上げた。入った。顎に入った。ここで決まるか。さあ、セカンドロープ、足をかけた。ここで、エクスプロイダーに行くか。長田裕二の、ナダレスキー、エクスプロイダー。しかし、中村慎介立ち上がった。ミスター IWGP。 さあここでこれで決まった。カウントカウント逃げていく。いや山崎さんすごいことになってますね。どう決めるかですね。長田裕二が中村にさあほうですね、長田の方に移行していく。あっとこれを切り返した。さあこの苦しい状況を強引に投げっぱなし、ジャーマンで打開するか。中村選手がやっと役を倒してエクスプロイダー、勝機を見出した。中田ハイキック、あーっとソフトボール。山崎さん、これかなり中村選手追い込まれてますね。いやもうさっき詰まってもいいんだろう。ボールも強引に固めていく。さあここでボールはカウントミー、あーっとこれも返した、これも返した。なんとガーッと中村慎介のちょっと意識は、いや腕を取りました。腕を取って強引に持っていった。強引に足を固めていく。それを中村から勝利を奪っていくか。ちょっとまだね、中村がね意識ねはっきりしてないじゃないですか。ちょっとこの状況ちょっと試合が止まっている。肩ですね、肩。これ試合続行不可能と。ストップかかるかもしれませんよ。まさかの幕切れ、まさかの幕切れになるか。どうか、これはリングドクター、あーっと長田の手を上げた、長田の手を上げた。藤沢さん、はい、林リングドクターの話では、はい、アダッキューしているのではないかという話です。ああそうですか。まあ、それだけ激しい試合だったということですね。もう次の試合なんか頭にない、はい、まあ、まるで本当に、ね、これが IWGP のタイトルマッチでもおかしくないようなね、本当に激しい試合でしたね。なんという幕切れ、なんという劇的な幕切れ。勝ったのは永田裕二。中村さん、中村さん、一言ありますか。見てる限り、お礼で。みんな、ちょっとアクシデントっぽかったね。ちょっと外れたっぽい。攻撃がきつかったのか。でも、それも G1。ここで後悔してもしょうがないから。慎介とはきっちり戦ってください。あと一つ。次、田中です。はい。G1 優勝を狙います、永田裕二。もう、天下を取り損ねた男とは言わせません。IWGP のベルトを打ち出した因縁の相手永田裕二を倒し、もう一度新日本のど真ん中ピラミッドの頂点に立つことができるのか。
灼熱の8日間全6試合を戦い抜いてきました。2人にとってはこれが7試合目。長田ニュージャパンカップ IWGP 3冠達成なるか。長田裕二、ただし美容師悲願の初優勝、太陽の天才児棚橋博士。棚橋が勝てば初優勝、永田が勝てば2001年以来6年ぶり2度目の優勝。今ゴング大歓声の両国国技館、この大歓声をまずはお聞きください。7月に復帰したばかりの棚橋、まあ、この G1 が始まる前まではもう膝の手術の影響は全くありませんと本人話していました。ただ山崎さん、実際にこれ相当影響あるわけですよね。本人は絶対気にしませんが、本人はね、はい、そういうはね、回していく棚橋ドロップキック、はい、実際にこの G1 に合わせてこう長田はフロントを入ってくる、ね、長田の魂のキック、長田の裏撃はきついしなこれね。胸板に連発で持っていきました永田裕二。長野さんも名古屋で散々蹴られてましたよね。本当にね、画面切ってしまう場合ありますからね、はい、それほどえぐいですね永田の攻撃が。永田は先日の IWGP タイトルマッチ、肘の攻撃によって真壁の額をパックリ割りました。永、はい、田の息は上がってないんですよね。上がってないですよ。長田が切っていった、ただしこれは落ち着いていました。棚橋はどれだけそういう相手の息を見てられるかですね。なるほど、永、うん、田がキックを繰り出してきた、まあ、その後の瞬間というのこれ山崎さん、棚橋はどこまでチャンスに戻っていけるか。ドラゴンスクリューロープを挟んでのドラゴンスクリューです。そしてこれはセカンドロープからどうするんだ、太陽の天才児が飛んでいった、場外へのボディアタック、リングに戻れないか。永田がまたエプロンサイド、ロープを挟んでの攻防、バックに回ってのスリーパー、ジワー棚橋、ジワー棚橋が出てまいりました。 G1 両国この優勝決定戦、ドラゴンスリーパー、ロープを使ってのドラゴンスリーパー、いやそしてファイナルカット。やっぱりね、 IWGP のチャンピオンでありながら、はい、ファンの支持を得られない部分があった、そして G1 で挫折を味わった、はい、強くなりましたね棚橋はね。島田さん、大変なことを言いますと、はい、キラー永田に対してキラー棚橋で言ってませんか。そうですね、本当にね、さあニュートラルコーナートップロープから棚橋宏が永田裕二に対してミサイルキック、ここから攻めずに行きたい棚橋。さあ永田を追加、大きい上がらせておいて、さあ棚橋がバックに回ってジャーマンスープレックスホールダー、さあどうだ、カウントが入る、カウントは2です。やはりね、スタミナは底なしですよね、張り合い、そしてまたね、彼のね、はい、アドリブ力というかね、はい、この辺にも期待したいですよね、今日もロープを使ったドラゴンスリーパーという素晴らしい技を見せました棚橋。ああ永田がガクッとガクッと来た、永田裕二前に倒れた、もう一度その張り手でいく棚橋、うなずいてから、いやスリングブレードを狙っていたのが永田裕二、永田君のスタミナというかね、この体の張りを見ればね、分かりますよ、やっぱりね。これは金沢さん、はい、まだまだ棚橋の時代じゃないんだという永田裕二のメッセージでしょうか。いや、自信があるんでしょうね。そして永田の膝、完璧にクリーンヒット、同じ攻防行くんじゃないですか。そう、そしてセカンドロープから永田裕二がエクスポイダー、後方分投げた、これで実況中村とどめを刺されたわけですからね。そしてキック、カウントが入る、さあどうだ、時計の針を前に進ませませんね。いや、永田君の底力ってのね、はい、本当今年の G1 で思い知らされましたね、我々も。39歳絶好調、選択なしのブレンバスター永田裕二、さあ片入りが食べ、ブレンバスターが入る、勝ちさん、永田君も勝負かけてきましたね、さあそして永田ロック、永田ロックの体勢に入りました、永田ロック2の体勢に入った、さあ G1 まで制するのか、永田ロック4に入りました、永田ロック4の体勢に入りました、永田ロック4の体勢に入りました、さあ永田ロック4の体勢なんとか、移行するときにちょっとね隙が出てしまうので、はい、それを心配してたんですけどね。そしてバックドロップホールド、いやバックドロップ、これが新日本プロレスの歴史、さあ膝を叩き込む、さあもう一度行け、バックドロップか、バックドロップか、棚橋がこらえる、棚橋がこらえる、棚橋が、ここはこのバックドロップもらってはいけない、張っていきます、さあ張り合い、
山崎さん、金足がここからどこまで踏ん張れるか。もう気持ちね、負けないことまず。はい、金足右膝がすごい握ってますね、右膝が、右肘ですね、右肘ですね。あの試合前からあのダンテが巻かれていたんですけれども、はい、そこがパッキリと傷口開きましたね。気づかいですよね。そして永谷雄二が、いや棚橋が力が入らない中、さあ寝技に持ち込んだ。カウントはどうだ、カウントはどうだ。あと右の腕にちょっと力が入らない感じですよね、はい、そして永谷 X スリングブレード、痛めている右の肘を使ってのスリングブレード。腕が折れようが、筋肉が悲鳴を上げようが、戦うのがプロレスだ。裏投げですよ、裏投げを出した棚橋宏。トップロープから棚橋宏、勝利へのハイフライト決まった。カウントは 2.9 だ。永田よく返した。立ち上がるのはどちらか、永田か棚橋か。棚橋がフルネルソンの体勢。さあ棚橋がドラゴンサンポートした。ドラゴンスープレックスには出せない。永田がバックドラップ。永田は今ね、先攻めさせましたね、これ。カウントが入ると、危ない、危なかった棚橋。前人未到の三冠達成が見えてきた。ただ山崎さん、両者も立ち上がることができませんね。同じエルボーでもね、はい、やっぱり永田のエルボーの方が威力があるような気がするんですね。いやー、痛ましい出血。右肘の状態が気になります、棚橋、ね、永田の強烈な膝、膝を連発で持っていけ。そして魂の身のピンを捉えた。ドラゴンスクリューよく受け止めた、よく受け止めた、ね、もう一度行ったドラゴンスクリュー。座ってますよね、うん、これ徹底的に、ね、狙った方がいい、ね、そしてドラゴンスクリュー3連発。やはり永田の今現在唯一の弱点ですよね。そしてドラゴンスクリューあくまでもドラゴンスクリューにこだわる棚橋宏。もう一度行った、いい攻め、いい攻め。これは勝利の方程式、棚橋宏。バックに回った、ダルマスキ、ダルマスキ、ダルマスキ、ジャーマンだ。カウントが入る、入った。プロレスの神様はどちらに G1 優勝というものをプレゼントするのか。棚橋と永田が右肘の怪我を乗り越えて、棚橋宏がさあ、フルネルソン、フルネルソン、ドラゴンスカウンが来そうだ。気持ちで抑え込め、気持ちで抑え込め。口からも出血してます。やっぱもうホールできませんもんね、流れてたんですけどね。そしてニュートラルコーナー、棚橋がもう一度飛べ。さあ G1 優勝に向けてハイフライト決まった。完璧、タイムリッチャー初優勝。デビュー8年目にして棚橋が初めて、初めて G1 を制しました。プロレスの神様は棚橋に応援だ。皆さんの期待、声援、この体にありました。棚橋、俺たちの世代でもう一度プロレスを爆発させます。最後に一言、両国の皆さん、愛してます。両国の中心で愛してると叫んだ棚橋宏、男泣き。でも今日は、今日泣かずっていつ泣く。